ることなし。血人、俺につけ。ち、あれ。天女万弱。Bye.
後ろに何か隠れてるぞ。なんだ、イクトミクリュウか。かわいいな。イクトミコリュウと目が合ったし、一体な、どうしたんだ旅人。あ、さっきのイクトミコリュウだ。どこかに案内しようとしてるみたいだぞ。冒険者なら。刻め、熱を抑えるか。多少は無駄になるはず。さっさとしまっとく。
行くよ。Thank you.
稽古相手になってくれよ。天道板書難攻くらった強盗やるよ。じゃあ行くよ。剣女盤石。オッケー。
しぐさ。
ないか。どうしてあいつがここにいるんだろう。荷物は全部運んだよ。お疲れ。少し休んだ。二人は北側の家屋を修理してくれ。了解。手を貸そうか。結構重いだろう。まあ待て、心配無用だ。ならいいけど、明日全身筋肉痛になってよく見てろ、目ん玉飛び出させてやっからよ。どっこいしょっと。腰が。初心者は痛い思いをしながら成長してくもんだ。そいつを休ませてやってくれ。あと薬も塗ってやるんだ。怪我を増やさないためにも数日は安静にしておけ。次から無理は禁物だぞ。しっかり治してからまた手伝いに来てくれ。面目ない。まだトレーニング。労働と運動は別物だ。そのうち違いがわかるさ。リアンさん、旅人にパイモン。ここで会えるなんてオイラたちもびっくりだぞ。ああ、北条の国の被害は大したことなかったから。それと来る途中ちょうどうちの部族のキャラバンに会ったから連れてきた。こいつら、あれ、プロのトレーナーなんだよ。あたし、まこれから時間あるか。じゃあオイラたちも一緒に。助かる。待ち伏せは…いないな。うちが見張っててあげるから安心して。
ムトタ族長、来たぞ。おお、イアンサ、そちらは旅人とパ早速本題そ、どんどん沈んでいく。それにどういうことだ、横アビス、アビスが来るわ。この目は手のひらに、手は胃の中に、胃の中には無数の歯が生えている。あなたたちを食べ尽くした。何言ってんそいつら、いつ入ってきたんだ。はあ、見ての通り、あの対戦の後、彼らは行方不明になっていたんだ。先日やっと彼らを見つけた時、以前名園の主グーシートースがあまりに…グーシートース、なんだそれ。少し前まで空にとどまっていたあのアビスの魔物のことだ。あの黒くてでっかい…ああ、あれによる脅威はなくなったが、戦士たちに残された傷はまだ癒えていない。ここ数日、数百年前には特効薬…あ、そういえばお前…いや、ありがとう。どうやら…じゃあどうすればいい。姉ちゃん、しっかりしてよ。僕を一人にしな…どうにかならないのか。もちろん、このまま見てる。何か方法が。一つずつ解決してこう。まず、こいつらにとって居心地のいい場所に…でも…本当に大…不安があるのもわかる。でも現…ほら、ぼーっとしてないで、道…じゃあ、私あんまら。さてと、さっき寒いって言ってた人がいただろう。覚えてるか。地面の上で溺れるなんて普通はないことだし、まずはそいつに会ってみよう。いたいた、私の子。暗い。わかった。北条の国。暗くて体が温まれば。光。あれ。誰かいるのか。助けてくれ。いや、近づくな。ここは水が深い。来るのは無理だ。心配すんな、流星の。俺のことはかまドゥアルテ。ダメだ、焚き火だけ。さっきもドゥアルテって名前を呼んでたし。あいつはすこいろいろ試してるところだ。ドアルテ、アトコと一緒に育った竜の名前だ。水中深くまで潜って、アトコの背中を押しながら陸地に戻ったんだ、気を失うまでな。そうなのか。いや、残念だけど、あの子はもういない。4年前のアビスの襲撃で負傷した。え、どういうこと。なるほど、確かに見た目だけで言えば特に目立った特徴はあの子に。その顔何か。じゃあ気にしないでくれ。
デュアルテ。なんでこ。し、次はどうす。おい。デュアルテ、離れろ。水中に何かいるみたいだ。おっと、あの時もこんな風に俺を水から。10年以上経って上に戻ったらもうすぐす。いや、まずい、疑い始めてるぞ。ドゥアルテ。いや、お前はドゥアルテじゃ。あれ、なんで俺こんなところにいるんだ。お前、アトコ。イスカリ、一体どうなってる。確か、そうか、あんたのせいじゃ。ああ、じゃあゆっくり休んどけ。どうやらみんなを元に戻す鍵は心の奥底で大切にしてるものにあるみたいだな。彼らにとってそれは最後の種火なんだろう。今回の経験を生かせば次はもっとスムーズにいくはずだ。さあ、肩の力を抜いて頑張って。食べられる、食べられる。グーシートースは倒した。違う、あれみんな食べられ。気のせいかな。一応会話はできて。怯えてる。アビスとのたた、さっきと同じように。いやんさ、アトコが元に戻ったそうだな。ムトタ族長。なるほど、こちったは自分。いやんさ、戦士いるだろうな。じゃあ生まれながらにして。どういう。こちったは子供の頃、当時、それから。あれ、でも。ああ、彼女が変わったのは数年前。他の戦士がもう目の前の魔物。その日からトラウマを克服。アビスへの恐怖に打ち勝てなければ、家族を失う恐怖がアビスの何か。こりゃ難題だな。何か。クアリクアリ、なんで武器なんか持ってるの。姉ちゃんを絶対に許さない。今度は、今度。落ち着くんだ。何があっても姉ちゃんを守る。家族。ムトタ族長、待った。クアリーがせ。いや、絶対に。でも私には無理。アビスに勝てる人なんて。私はただの臆病者よ。姉ちゃん、もう一度。なるほど、戦う意志。もう一度私たちがいれば。北の山に行けばまだいるかもしれない。大半の脅威は。よし、早速行ってみよう。もう逃げみ。僕も一緒に行かせて。わかった。見つけた。大丈夫か、こちった。安心させるために。見つけた。あの夜の魔物たちだわ。子供の頃、でも炎の光が闇を切り裂いたあの夜、二人は目の前で倒れた。今も鮮明に覚えてる。早く逃げてと言ってくれた二人の目には恐怖が浮かんでた、あの日から。でも頑張れ。後ろに家族がいたから。だから
何があっても引くわけにはいかない。みっともないす、私ね。無理をしすぎる。それに姉ちゃんだって。まそう、ありがとう。ただ力が抜けちゃって。僕が姉ちゃんのそばに。ああ、ゆっくり休いいもの、ザックザク。うちにもちょうだい。冗談だってば。あんたが持ってていいよ。
じゃあ行くよ。盤石だ、強行、ドリュ、ドリュ、待ち伏せは、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。いいものザックザク。アトコが元に戻っ、え、ああなるほど。チッタも元に戻ったってよ。クイク、ちょっと手をか、二人目も無事元に戻す。それにあんたは周りの人に希望をもたらしてくれる。そうだな、お前のおかげ何事も無理に決まっ、だろ。お肉が食べられない上に苦いグリーンスムージーを一日三食何ヶ月も飲までも最初のうちはお肉を二つ継続は知ってるか。私はみんなが最初は私も戸惑ったよ。でも力の本質は問題を解決することにあるって気づいたんだ。屈強な体も強靭な精神もその手段の一つであって結果じゃない。
だから壁にぶつかったら問題をいくつかのステップに分けるようにしてるんだ。不可能そうに見えてもまっな、ちょっとした経験則さ。役なるほど。ヤンサって大げさ。あんたたちに私もみんな大変だ。ヤンサ、おことらの様子。落ち着け、雑談している場合じゃなさそうだ。おことらしっかりしろ。どうしたんだよ。気をしっかり持っどこもかしこも集落の隅々まで奴らに負けたのか。いや、今さらそんなこと考えても仕方ねえ。気をつけろ、おことら。下がれ。話しかけてもとりあえず抑える。ガンザン八九。はっきゃ、まさかオイラたちをアビスの魔物だと思ってるのか。おい、落ち着けって。おい、おい、やめろ、おことらん。このままじゃお前の体が…アビスの魔物家族…おことらよく見ろ。出てけ、絶対許さねえ。危ない。おい、大丈夫か。頼む。心配すんな。オイラたちに向かって。あ、おことら強い闘争。アビス侵食症、500年経って再びそれを目にするとはな。あ、この声。同じ症状。許容限界をはるかに超えるアビスの損傷にはいくつか捨てたが、制限ず…アビスの影響を取り除く性質。彼は優秀な戦士だ。俺を信じるならこの薬を飲む。アビスめ、よくも抑えやがって。かかってこい。目を覚ました。どうか命がけで守…魔物…さあ、うちに帰ろう。ゆっくり休むんだ。する。いや、カピターノでいい。息子を助けてくれてありがとうございます。か、では我々はこれ。家までおぶ。これで一安心だ。礼はいい。協力者としてのそれに。あ、前にマービカのところでお前が言ってたことを覚え。ああ、な、500年前兵を連れてきた時、俺もお前たちと同じ。未熟なところはあるにせよ、彼らは立派な。せ、俺はカーンルイアの栄光のために戦。俺はナタ人と共に最後まで戦った。名縁の主と共に戦った天中騎士のことを。ナタ、その名は。でもお前。慰めは不要だ。制限剤もそのた。制限剤は俺ではなくグスレットが開発したものだ。当時も今と似た。一日も早く散り。実にあいつらしい生き様。今に至ってもなお。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいい。どうか目標を成し遂げてください、長官。だが伏せてお。なんだよ、もったいぶって。お前たちとの信頼関係を壊すつもり。お前たちも見てきた通り、ナタは喫緊の危機。そのために。そこまで言われた。もし他にも疑問。どんな質問でも仮面をかぶった状態で。
死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を対戦を経て。神の庭には花と雑草が生え、俺は個人の物差しでぜ、お前たちには分かりに。死の失勢は死の形を自、彼女が持つ力はそれ自体が一種のルールだ。だが変えられぬ運命、最後を迎える。おーい旅人、パイモン。おっと悪い、おことらんを送った後、辺りを見て回っ、え、なんか米作りが次、私含めて米作りはお前にとって重要、順調にいく。本当に謎だよな、あのさ、成果教会長のやつ、結局目的についてはおかさ、そういえばあいつのあの感じ、最近会った誰かと雰囲気が似てる気がするぞ。あ、わかった。遅えぞ。へえ、偉大なる聖竜クフルアハを待たせるとは大した度胸だぜ。俺さっさと土下座すんだな。じゃねえと。こいつのことは気にするな。ビスケットを持ってきたんだ。ここは暑いし。外も暑いけどな。来る途中大丈夫だったか。正直こんな来て、うちの予想じゃ声をかけ、他の人が清少の旅より。すまない、遅くなった。チャスカも来てく、魔物を片付け、さっき集落に寄ったんだが、かよあんたが手を貸してくれてなかったら。ほらほら、やってもらう。その内容、うん、よし。ちょっとタンマ。うん、わ、旅人、バイ。なんでだ。みんなが本当に思って、ほら、あんたが。確かに。じゃあ。ん。シロネンの言ってたことはもっともだったけど、もうすぐ孤名ができそうだな。だったら今がチャンス。シロネン、まあ、わ。とりあえずね。もちろん。ってことで、バイッチがいる。とりあえずその時にな。鋳造する順、すべてうまく。
稽古相手になった。命がけだ。逃げるならいい。剣女盤石天道ここにあり進軍はっよっか命に応えよ岩山八鬼オッケーはっなるはっ不思議な火炎を刻め待ち伏せはうんいないねうちが見張っててあげるから安心して
じゃあ行くよ。いいものザックザク、うちにもちょうだい。冗談だってば、あんたが持ってていいよ。いいものザックザク、うちにもちょうだい。冗談だってば、あんたが持ってていいよ。
待ち伏せは。じゃあ行くよ。
Thank you.
天理チョーク先生こっちで血刃肉力同心チャックはっ、ね、お前は立派な相手だだ難攻不落だ強攻一個先ほうんじゃあ行くよ響け格のないドリュくれはくれはっ血刃俺に続けはっ陸力とはっドリュまあ多少はムラになるはずさっさとしまっとこここにあり八九のごとし強行一個先やりよじゃあ行くよどよめく神学火炎を刻めせっすらどれはっいったすらはっせっねはっせっすらくれ剣女万丈はっ神軍チャック陸力同心天道万象先生こっちでチャック一個先じゃあ行くよいいものザックザクうちにもちょうだい冗談だってばあんたが持ってていいよくれ響け格のねはっドリュッセッは難攻不落天理チョークThank you.
盤石。俺に告げ、ザ・血人。ねえ、に答えよ。言った。くれ、どれ。どよめく進学、火炎を刻め。難攻不落、天道万象。いざ。先生、こっちで進軍。陸力同心、やりよう。言った。山の地。剣女盤石。岩山八九。進軍。ねえ、に答えよ。チャック。待ち伏せは…うん、いないね。うちが見張っててあげ…岩山八九。Thank you.
眼光不落。進軍。一個先。じゃあ行くよ。くれ。分け。山の地。よ、ね。くれ。どれ、それ。岩山八九、天道万象。先生、こっちで。強攻。肉力増進。やるよ。くれ。ほら。ほら。剣女盤石。く、進軍。やるよ。一個先。じゃあ行くよ。待ち伏せは、うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。待ち伏せは、うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。
三八九。天道、ここにあり。俺に続け、強行。陸力同心、着。じゃあ行くよ、どよめく進学。火炎を刻め。せ、くれ。剣女盤石。やりよ。一個先。どれ。どれ。ゆった。それ。くれ。いいものザックザク。うちにもちょうだい。冗談だってば。あんたが持ってていいよ。
のザックザク、うちにもちょうだい。冗談だってば、あんたが持ってていいよ。天理チョーク先生、こっちで血刃はぁ、肉力どうぞ。じゃあ行くよ。せ、せ、わけ山の地、せ、くれよ、は、は。まあ、多少は無駄になるはず。さっさとしまっとこ。昭和村に…なるはず？さっさとしまっとこ。
声に答えよ。じゃあ行くよ。あれあれ、難攻不落、天道万象、破竹のごとし、血刃やりよ。よっ、一個先、ね、響け、楽の音、ね、待ち伏せは…うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。剣女盤石、来たよ。近づかないで。お、はあ、武力どう、どれくれ、わけ山の地、まあ多少はムラになるはず。さっさとしまっとこ。待ち伏せは、うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。
山発揮。来たよ。採掘スタート。ほう、一個先。くれ。俺俺。響け、角度ね。じゃあ行くよ。来たよ。じゃあ行くよ。
チョーク。じゃあ行くよ。はあ、命に応えよ。剣女万丈。オッケー。わけ。山の地。くれ。待ち伏せは。いないね。うちが見張っててあげるから安心して。
破竹天道万象よいしょ命に応えよはぁ、あ、うんどよめく神学火炎を刻めくれせいいものザックザクうちにもちょうだい冗談だってばあんたが持ってていいよした甲斐があった。
反抗フラ陸力と、はあ、トリュフならゆった燃え尽きちゃった飛雲機やりよトリュフ剣女盤石だよガンザン八九天理チョーク礼に応えよやりよよっとさあ分け山の地盤石最低やりよや一個先はいったねねくれせは天道板昇岩山八九だよ進め進めやりよ響け、楽の音さ、くれシングスルHa!
昭和村になるはず。さっさとしまっとこ。難攻不落だ。強攻ねえに答えよ。やりよ。あらはっうりゃはあらうら剣女盤石。俺に続け血刃。肉力どう。じゃあ行くよ。くれ天理チョーク。だ、進軍。はあ。
声に応えよ。どよめく神学、火炎を刻め。すっくれ、先生こっちで。やりよ、ヘッカ一個先。じゃあ行くよ。天道板書、剣女盤石だ。強行やよっ、陸力増。わけ山の地刻め。いいものザックザク、うちにもちょうだい。冗談だってば、あんたが持ってていいよ。
開く天堂ここにある進軍やりよう一個先あれの盤石先生こっちでやりよ陸力どうぞ響け角の根いいものザックザクうちにもちょうだい冗談だってばあんたが持ってていいよは部屋で寝るのにぴったし。
安山八九。俺に突け、血人。ねえに答えよ、チャック。ふん。は、乗る。せ、せ、分け。山の地。さ、乗る。難攻不落。天道万象。だ。肉力増進。ふん。取り、取る、取る。取り。安山八八九のごとし進軍。ねえに答えよ。血人チャック、一個先響け、格の音、よ、よ、す、くれ、え、乗る、は、待ち伏せは、うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。難攻不落、天道ここにある。先生こっちで、やりよ、よっ、ねえに答えよ。じゃあ行くよ、よっ、乗る。待ち伏せは、うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。
先。どよめく神力、火炎を刻め、くれ。あら、待ち伏せは、うん、いないね。うちが見張っててあげるから安心して。安山八九、俺に続け。やりよ、浮力同士。あら、あ、よ、よ、響け、格のない、努力。それ、剣女盤石、天理チョーク。血刃。着、一個先。うん、ぜ、あ、あ、あら、あら、努力。それ、あ。難攻不落、破竹のごとし強攻。着へっ、ねえに応えよ。じゃあ行くよ。